浜クロス411は長崎県長崎市浜町にある複合商業施設。浜町アーケード内に立地する。2014年9月15日に開業した正面入り口。開業直前の正面入り口。ロゴ2011年7月31日に閉店した博多大丸長崎店の跡地にオープンした複合商業施設で計画当初は 長崎浜町プラザとして開発が進められていた。施設は、容積率上限の地上11階建てで、1階から3階の商業ゾーンと4階から11階のホテルゾーンで構成されている。ただし、商業施設の売り場面積では、博多大丸長崎店の閉店時と比べて、約40%となっており、規模は縮小している。 この商業ゾーンは上質な品揃えをテーマとして1階と2階にはファッションや雑貨を中心としたテナントが入居し、3階はホットヨガスタジオやエステティックネイルサロンなどのサービス関連の店舗が入居している。主な顧客のターゲット層は女性を中心とした20代から40代で、博多大丸では初年度の売上を15億円、来場者70万人と見込んでいる。 ホテルゾーンは福岡辞書参加の FJ ホテルズが運営するホテルフォルツァ長崎が入居している。施設名は一般公募により浜クロス411と命名された。浜クロスは浜町に所在する浜町アーケードとベルナード観光通商店街が交差する長崎市内でも多くの人々が行き交うエリアを意味しており411は所在地である 長崎市浜城4-11を意味している。また、最先端のファッションライフスタイル、おもてなしを届け、待ち合わせの場所として親しまれるランドマークとなることを目標としている。商業ゾーンには、開業時には20店舗が入居しており、そのうち長崎県内初出店となる8店舗であった。開業時には、1階と2階には革製品のイルビゾンテや衣料品のアルマーニエクスチェンジ、 婦人服などのセレクトショップ、ディケードなど、ファッションや雑貨を中心としたテナントが入居し、3階は、ホットヨガスタジオの、ルボントや、エステティックネイルサロンの、フォルチェなどのサービス関連の7店舗が入居している。出店しているテナントの詳細情報は公式サイト、ショップリストを参照。詳細は公式サイト、アクセスも参照。ありがとうございます。